皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆる子です。今回はハードオフ豊橋店に来てるよ。ここは連日大渋滞なんだぜ。近くに豊橋鉄道が走っているんだよ。それじゃあ早速店内に入るよ。ここはブックオフとの複合型店舗なんだよ。ハードオフは2階だぜ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。ジャンクパソコンも見ていくよ。低スペックのジャンク PC がたくさん並んでいるんだよ。たまに掘り出し物があるぜ。これはドライブタワーだね。値段は3300円だね。これは IDE のドライブなんだね。これは何年もここにあるんだぜ。これは2020年からここにあるんだね。2020年の2月2日かな。これは小スペース PC だね。ボストロ230だぜ。これは2021年の7月からここにあるんだね。Windows XP が快適に動くスペックだね。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの？引っ張れば出るに決まってるよ。隣のやつはケースかな？いかにも古めかしいケースだぜ。値段は3300円だね。未チェックで3300円だね。これはまた年季の入ったパソコンだね。これも3300円だぜ。コア通常だね。9800GTX が搭載されているよ。隣はまたケースだよ。中身が入っていたりなかったりしているぜ。この白いケースは550円だね。こっちの黒いやつは330円だよ。見た感じこっちの方が売れそうだね。こっちにちょっといいやつがあったぜ。これは2万7500円もするね。動作不安定なのは熱によるものかな。スペックは悪くはないね。第4世代 Core i7 に GTX770 を積んでいるぜ。 CPU クーラーは水冷なんだね。ブルーレイドライブがついているよ。これはとっても大きなワークステーションだね。でかいけど値段は3300円だぜ。 LGA771 の G4 だね。闘技としては超ハイスペックの4コアだよ。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。大きすぎるから出ているんじゃないの？大きければ出るに決まっているよ。これは比較的綺麗だね。これは3300円だぜ。コア2クアッドだね。これはケースの方が価値がありそうだね。隣のケースはしょぼいね。前面に USB2.0 しかないぜ。これは第一世代 Core i7 だね。これはラムが中途半端な 3GB だね。ラムのスロットが6つあるトリプルチャンネルになっているんじゃない？ 1GB が3枚刺さっていそうだぜ。メモリーカードリーダーがついているね。このカードスロットは割と便利なんだよね。ここにレトロな Mac があるね。通電確認のみで未チェックだぜ。これも1年以上ここにあるんだね。ここに PC ケースがあったよ。これはとってもいいケースだぜ。これが3300円ならお買い得じゃない？ USB3.0 のポートもあるもんね。上にパソコンが乗っかっているよ。これは1万1000円もするぜ。これは第2世代 Core i7 だね。下のケースと入れ替えたらすぐ売れるんじゃない？これはケースがしょぼいもんね。こっちにはノートパソコンがあるぜ。値段は5500円だね。これはコア2デュオだね。 AC アダプターがついているね。これも AC アダプター付きだぜ。値段は1万1000円もするね。第6世代のセレロンだよ。 DVD ドライブが故障しているんだね。こっちは1万6500円だぜ。第4世代のコア i3 にしてはすごく高いね。しかも U モデルだから CPU の換装ができないね。せめて Core i5 だったらいいのにね。これも第4世代 CPU のようだぜ。これは5500円だね。起動時にエラーが出るんだね。全体的に重く通常仕様の難しい状態です。スペックがセレロンだからじゃないのか。ラム 2GB にハードディスクじゃ普通に考えて重いよね。これは値下げの痕跡があるね。
売れないから値下げしたんだね。こっちは5500円だぜ。これは第一世代コア i5 だね。さっきのセベロンよりもこっちの方が早いよ。上には Mac があるよ。値段は2万2000円だぜ。コア i7 の 2.93GHz ってどの世代かな？第一世代あたりじゃない？こっちには口の閉じたノートパソコンがたくさんあるね。大抵は化石みたいなスペックなんだが。それなりのスペックのやつも置いてあるね。これなんて第2世代コア i7 で5500円だね。でもキーボードが不要だね。これは第3世代セレロンで5500円だぜ。同じ5500円なら第2世代コア i7 の方がいいよね。キーボードを入れ替えちゃいたいね。こっちにはレッツノートがあるね。こいつはコア通常で1650円だぜ。レッツノートは小さくて可愛いね。こっちには ATX 電源があるね。値段は550円だね。こいつは 650W だぜ。80プラス認証じゃないね。動作状況が何も書いてないね。こっちにはワープロがあるね。値段は2200円だぜ。これは印刷ができないんだね。これは PD ドライブだね。あまり流行らなかった記憶メディアだね。今はもう化石みたいな存在だぜ。こっちには水冷の CPU クーラーがあるよ。値段は3300円だね。付属品があるかどうかわからないんだね。付属品が揃ってなかったらとっても悲惨だぜ。これはサーキュレーターだね。マザーボードに向けてぶん回せばエアーフローは最高だよ。大きなファンだもんね。後ろには電気ストーブがあるぜ。夏物の後ろに冬物があるね。値段は110円だね。よく見るとヒーターがついてないよ。これはストーブの置物だぜ。今度は青箱を見ていくよ。これはリモコンだね。値段はみんなバラバラだよ。110円のリモコンもあるぜ。1100円のリモコンもあるよ。こっちにはマウスがあるね。個性的なマウスがたくさんあるね。これをドラえもんが見たら悲鳴を上げて逃げていくぜ。かわいいお顔が書いてあるね。値段は550円だね。無線のマウスのようだね。レシーバーがついてないと使えないぜ。こっちには AC アダプターがあるね。値段は高めの1100円だね。ジャンクにしては高いね。安い店だとこの半分くらいだぜ。ジャンクのノートパソコンを買ったついでに買っていくんじゃない？適合するものがあれば高くても買っちゃうね。こっちには PC98 用のシーバスボードがあったよ。値段は1100円だぜ。これは未使用品かな？何のボードかよくわかんないね。でもなんだか高級そうなボードだね。カードを挿すようなスロットがあるぜ。何かのスイッチもあるね。こっちにはキーボードがあるね。ここにはイヤレスのマウスとキーボードがあるよ。未チェックで1100円だぜ。レシーバーがついているのかもわからないね。未チェックということはついてないんじゃない？有線キーボードは110円だね。ジャンクのキーボードは110円が妥当だぜ。今度はゲームを見ていくよ。ゲームやりたいよね。ここに Xbox があるよ。値段は2200円だぜ。起動しないのに2200円もするね。こっちにはプレステ3があるよ。これもゲームできないんだね。すぐ電源が切れちゃうんだぜ。こっちにはツインファミコンがあるね。値段は8800円だね。下にももう1台あるよ。隠れていてわかりにくいがもう1台あるぜ。両方ともディスクは NG だよ。ディスクはベルトがダメになっていることが多いんだよ。修理する技術がある人にはお宝だよ。こっちには初代プレステがあるぜ。値段はなんと110円だね。動くかどうかわからないけど110円だよ。この110円のプレステが動作可能かどうか検証してみようよ。そいつはいい考えだぜ。これも110円だよ。それじゃあ110円のプレステは全部買っていくよ。110円なら宝くじを買ったと思えば安いよね。一台でも動けば儲け物だぜ。奥にも何台かあるよ。奥のやつも110円だよ。それじゃあどんどん買っていくよ。
チェックしてないだけでよっぽど動くんじゃないのか。110円のプレステがなんと8台もあったよ。この8台はきっと動いてくれるよね。こっちにはディスクシステムがあるよ。値段は4400円だぜ。起動しないのに4400円もするね。箱付きだから高いんじゃない？箱の方が希少価値があるもんね。上には任天堂Wii があるぜ。値段は3300円だね。もっと安いお店もあるよ。この半分以下のお店もあるよね。上にはコントローラーがあるぜ。値段は2200円だね。ドル差するけど分解歴がある夜だね。こっちには Xbox があるね。ディスクを読まないのに2200円もするぜ。上にもあるよ。これはおまけ2200円でゲームが起動するんだね。こっちなんて1650円でゲームが起動するよ。さっきの2200円のやつは一体誰が買っていくんだ？修理したい人が買っていくんじゃない？動かないなら安くしてほしいよね。こっちにはゲームソフトがあるね。初代プレステやプレステ2のソフトがあるぜ。ソフトも何か欲しいね。ゲーム機があってもソフトがなければただの箱だもんね。初代プレステとなるとソフトもお買い得なんだよね。それじゃあこいつでも買っていくぜ。これはファイナルファンタジーだね。これは超大作 RPG だよ。220円でものすごく楽しめるんだよ。それじゃあ長くなったから今回はここまでにするぜ。次回は中古品を見ていくよ。中古品もすごく面白いんだよ。この8台のプレステが動作するかすごく楽しみだね。ハードオフを信じるんだ。ゲームやりたいもんね。これが動いてくれないとせっかく買ったソフトも無駄になっちゃうもんね。ご視聴ありがとうございました。